サマイパタの鳥では、ボリビアのサンタクルス県にある遺跡であり、ユネスコの世界遺産である。ボリビア国内を走るアンデス山脈の東の山麓に位置し、ボリビアの国内外から観光客が訪れる。サマイパタの鳥では、近隣のサマイパタの町の人々に使われていた。鳥でと呼ばれるが、実際には、軍事拠点ではなく、コロンブス到達以前の宗教的な遺跡である。 建造した先住民族は特定されていない。20世紀以降には神々の戦車で知られる古代宇宙飛行施設の主相者の一人であるエイリッヒヒホーンデニケンがこの遺跡は空飛ぶ円盤の発着施設跡であると主張した。彼によると遺跡の頂上の岩に刻まれた傾斜のついた平行な溝で描かれた円がその証拠なのだというがその説は特に検討されていない。 観光客が歩き回ることで岩に刻まれたシンボル群に損傷が見られることから内部はこれ以上の損傷を避けるために閉鎖されている。しかし、そのほとんどはまだ見学可能である。遺跡へのアクセスは容易で、サマイパタの街から連絡バスが何台も出ている。なお、少額の入場料が徴収されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。